株だ株だ。うん、まあでも僕はまっすぐだよね。はい、こんにちは。こんにちは。よし、はい、今日はリトルカブで、ツーリングです。前回、スカイウェーブでちょっと畜生ツーリングをしてきましたけれども、やっぱね、まあ向こうは向こうでね、車体が大きくてね、まあ乗りやすいっていう風なのあるけど、やっぱ重いですね。うん、存在感がある。今日はリトルカブです。はい、今日はねリトルカブでね、どこに行くか。そうです、今日は旭市に向かいます。ゴー、さあ行くぞ。まずは旭市。うん、はい、で今日をまず見てくるところは旭市のホラガイ観音。はい、旭市のホラガイ観音ですね。ちょっとねやっぱね、ネットとかでね調べてて、見てみたんですけど、うん、ちょっとねボーリングのピンになんか観音様が書いてあるという風なちょっと変わったところだというのがありまして、まあ実際にね、ちょっとそこを見てこようかなという感じです。まあ前々からちょっと行こうかなとは思ってたんですけど、ね、やっぱり行くにあたってね、何かとね、一緒に見てくるという風なね、やっぱ、そういう風にね流れを作らないとちょっとやりきれないのがあるんで、おっとこちら。そして、あとはそうですね、お昼にはならお昼過ぎるんですけど、房総ラーメン、房総つけ麺。結構ね、ぐるーっとね、千葉県の上の方をね回るようなコースで、行こうと思っております。はい、まあ今日はね、天気いいので、本当ツーリング日和いいですね。まああと情報では九十九里とか一宮あたり、あそこら辺あたりね午前中雨だというのが分かってますので、カッパを一応持ってきました。うん、まあそういう感じでちょっと行こうと思っております。おっと、いやーでもあれだね、今日曇りって言ってたからね、やっぱ曇るんだろうな。でもね、やっぱりね雲がね多くなってきましたね。うん、はい、もう少しで香取市ですね。はい、そうすればまた千葉県側の方に入って、そうですね、旭市向かって、今ここは香取市に入りましたね。はいはい、あとねここからね旭まではだいたい30分ちょっとで、行けるので、そうですね、もうちょっとで着きますかね。ちょうどお昼くらいになるかな。いやー、いきなり Google がこういう道を出すとは。うん、おお、すごいですね。いきなりだね。抜け道かな。うん、まあでもあの車も来たっていうことはさ、やっぱ抜け道なのかな。
さすが地下だ。なんか大通りのさところでさ、ちょっと走らせてくんねえのかな。お、あそこを曲がるみたいだ。ここを曲がるんだ。おお、暴走ファーム。はい、だいたいねあと8分くらいで到着すると思いますね。Google さんがそう言ってんだ。はい、ホラガイ観音に到着しました。やあ、朝日市のホラガイ観音に到着しました。前からネットで知っていましたが、結構荒れていますね。奥には商用車などのトラックがあります。どちらかというと寺のようなものは見当たりませんね。ボーリングのピンに観音様が書かれています。お寺の入り口みたいなのがあります。なんか看板にはドライブインと書かれています。昔寺だった。この岩は何でしょう。手前に解体工と書かれています。ここはいろいろお店が変わったのでしょうね。ちょっとあれかな、このような B 級スポットが千葉にはあるのですね。今日って言えばそんな感じなのかな。昔あったんだろうな、多分。はい、それではホラガイ観音こんな感じでしたね。ということで、次ちょっと向かうので、行きましょうか。ちょっとホラガイ観音ちょっと見てきました。はい、もうあれですね、観音寺という感じではもう全然ないですね。まあどちらかというと中になんか車、搬送用の車があったりとかして、まあ全然関係ないような業種になってるという感じですね。はい、まあとりあえずああいう変わったものもあるということで、見てきました。はい、じゃあ次、向かうのは暴走スケ。はい、もうお昼になりましたけど、ここからね1時間半かかるという。そうですね、マジで、2時近くになってお昼食べるというパターンになると思います。はい、ではこのまま向かっていきますんでよろしく。